ただ米に関しても無肥料でできていって、うん、今ちゃんとそれも理屈が分かってくると、植物、親父が言うのは植物学があるから、植物学で積算温度計算と何かができれば大丈夫って言ったね。で、横がみんな邪魔するんですね。取らんといかんと。だから腹八分、親父はもう腹八分。畳はもう一緒。かもしれないですね。ただもう親父が言うのは腹八分が間違いないと、文句が逃もう。天候のせいにしてる。で、今年の年はこうです。でみんなうちに聞かすとに、今年のイグサはどうよ、最高ですよ。で去年のイグサと比べられるの、天候違う。で、さも自分がイグサを栽培したように言うけど、それなかったよね。雨が降る降らないは天候の差だよ、この場所は違うわけですよ。でもまあ、明後日から雨が降る。この1週間飛ばかなんて、全部でイグサ飛ばかなんですよ。もうジャングル状態になってしまう。ようございます。